ウーブンコアチームメイトフィーチャーズディベロップメントでシニアエンジニアとして働いています花田武彦です。私の仕事は自動運転のソフトウェアを開発しています。その中でも特に自社自動運転の車の周囲を理解して、果たしてどこを通るのが、どこを走るのが最もぶつからないか、他の交通参加者とか障害物、壁とか縁石とか、そういったものにぶつからない、その道筋を見つけるっていうことが私が作っているソフトウェアの役割です。ウーブンコアで働きたいと思ったきっかけは、ウェブサイトを見て書いてあることを読んで、あ、これが自分がやりたいことだって思ったからですね。そこに書いてあったことは、世界で最も安全な車を作る、それが目的だって書いてあったんですよね。その僕の興味と、すごくマッチしてるなと思いました。それがウーブンコアを選んだ理由です。毎年毎年たくさんの人が交通事故で亡くなっているので、そういった人たちを少しでも救うことができればいいなと思って、この仕事をやっています。求められるマインドセットを2つ挙げるとしたら、1つはやっぱり新しいことを学ぶマインドセット、もう1つは探求心ですね。最後まで突き詰めること、その2つが必要だなと思っています。やはり自動運転って今までになかった底品テクノロジーなので、今まで自分が知っていったものだけでできるわけではないと思うんですよね。だからやっぱり新しいもの、いろんな人が自動運転のためでないにしても考えていることを学び取ることで、自分が自動運転にそれをこう応用しようみたいな新しい発想が生まれると思うんです。未来、とっても楽しみですね。僕がロボティクスエンジニアを、もっと突き詰めたい理由は、社会の中でその、人間がいろんなことをこうやんなくちゃいけないことをやりながら生きてるんですが、でもそれってやんなくていいならやりたくない、それをロボットでどうにかしたいと思ってるんですよね。そういう日が、10年後難しいにしても20年後ぐらいに来たらいいなと思いながら仕事してます。